五月台駅北口五月台駅は神奈川県川崎市麻尾区五里木田三丁目にある小田急電鉄多摩線の駅である。駅番号は OT01。駅は丘の頂上にある。多摩線計画当時は地名の五里木田が有力候補であったが、語呂が悪いことと泥臭いことが敬遠され、五里木田のごと小技であった大台の台を取り、 明るい5月のようなイメージでの街づくりを願って命名された。栗平川から見たホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。2006年3月までの約2年間にわたり、駅の大幅な改修が行われ、エレベーターが設置された。トイレは上り線ホームに面して設置されている。早朝及び日中は駅員無配置となっている。 2006年1月31日より、ホームの屋根には、太陽光発電の発電パネルが設置され、自動券売機や自動改札機などの電力に利用されている。2010年、改札口に発車標が新設された。2011年、券売機が更新された。小田急各駅で導入されているタイプのものだが、比較的遅い時期の設置となった。2012年度に、 各駅停車を重量化できるようホームを新百合ガ方面に延長する工事が実施された。駅名表は2020年6月頃、新型タイプの駅名表に更新された。なお、それと同時に、駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名表も含め、日本語とハングル及び中国語兵器のものとなった。 2020年度の1日平均乗降人員は7,951人である。小田急線全70駅中61位で多摩線の急行通過駅では最も多い。ただし、江ノ島線で最も少ない本区下沼駅より少ない。近年の乗降人員、乗車人員の推移は下表の通り。駅南口にモスバーガー、ツルハドラッグなどが入居する。 小田急丸市ま5月台をはじめとして、他にも、スーパーマーケットや医療機関、野菜直売所などがある。駅から徒歩圏内にはマンションが広がる。駅北口には、商店等はないが、保育園が、駅前にある。周辺は、集合住宅と多くの一戸建て住宅から、構成される、住宅地である。洋を積もる緑地、高尾根公園及び野球場を備えた、片平公園など、 公園や緑地が多い。バブル時から崩壊後まで空き地が広がっていたが、2000年代に入って新百合ヶ丘駅周辺の発展の影響で、マンションなどが多く建設され、空き地が埋まり、一戸建てやマンションが立ち並ぶ、住宅街となっている。かつて、神奈川県立柿用西高等学校が存在していた、際は通学利用駅にもなっていた。ありがとうございます。